こんにちは、速稼塾の久保です。今日は12月29日です。昨夜ですね、凄まじい発表がありました。これに連動してちょっと間に合わなかったんですけども、ドル円の方でもね、凄まじい動きが予想されて、まさにそれが実現しました。何かっていうとですね、ちょっと画面切り替えていきますけども、まずはね、チャート1時間を見ていただきたいんですけども、昨日ね、窓を開けたんですよ。久々にこう窓を開けて下にぐーっと下がる動きを見せましたね。ぐーっと下がる。で、こっから異常な伸びをしたんですよ。ガーンと来て、N を書いてもう一発上がりました。これが何かっていうことなんですけども、でかくなっちゃったらすいません。これが何かってことなんですけども、これはね、これが起きてるんですよ。いいですか？ちょっと今画面を映しますね。これ。93兆円コロナ経済対策が成立しました。これアメリカです。アメリカでですね、日本の国家予算に匹敵する額の経済対策が発表されたんですよ。正確に言うと前々からね、これは進められてきたんですけども、トランプ大統領がイエスとサインしなかったんですよ。で、これをトランプ大統領がサインしたんで、93兆円の経済出動が、まあ、実現するという流れになったんですよね。やっぱりそういう報道をすると、ドルがどん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 発行されるわけですから、こういうふうにね、円高の流れから円安の流れに向かうわけなんですよ。まあ、ですんで、昨日はこの値動き、本当に間に合った方は取れたんじゃないかなと思いますよね。かなり大きく動きましたよ、昨日は。で、これをですね、別の時間軸で見てみると、これ。はい。これがね、日足なんですけども、まだ日足のトレンドを大きく壊す程度のものではないんですけども、このね、一本の陽線、これを作ったのが93兆円のインパクトですよ。まだまだこれね、実際に93兆円が、財政出動されると、年が明けてからしばらくして、ドルがドーンと市場に出てくると思うんですけど、そうなるとこれがね、バスッと上がるんじゃないかなと思います。これが来年の私のね、予測です。そんなに難しい予測じゃないです。これに合わせて日本が財政出動すれば、また抑えられていくんですけどね。どうですかね、日本の。財政出動ありますかね。もう来年度の予算107兆円に決まりまして、これが200兆円になるって話だったら、アメリカとの経済出動、財政出動のバランス取れるわけなんですけどもね。どうですかね。いや、本当すごいですよ、トランプ大統領。93兆円。この財政出動により、市場にお金が、世界中のお金が溢れ出しますからね。暗号通貨も価格上昇するんではないかなというふうに思います。ちょっと興奮気味にね、今回の相場解説をお届けしましたけども、あなたは、皆さんはどう思われますか？私はですね、このまま、円が、円安の方向に向かうと思いまして、今度は倍の方でやっていかないといけんなと思います。実際にドルが市場に流れ始めるのはこれからですからね。今、トランプ大統領が93兆円の案にサインしただけですから、実際にいつから資金供給されるのかってことは、これから先ですけども、供給された資金が、ビットコインにも、もちろん市場にも溢れてくると思いますので、今までのドル円でしたらね、セル一辺倒の円高加速の値動きから円安の方向にぐるっと変わるというのが私の一つの予測。そしてビットコインの価格がこれからも上がるというのが二つ目の予測。さあ、来年はですね、この93兆円につれて大きく儲けますよ。ということで、本年の相場解説は一旦全部終わりになります。またね、追加で緊急放送あると思いますけども、まあ一旦ここで終わりということにさせていただきます。また新年お会いしましょう。では、良いお年を。